さっき全然こう沈み込みなかったんですけど、まあ、今こう押せるようになってますので、なるほど、うん、肩周りだけ緩んできてますね。どうしても息止めちゃいますね。あ、そうですか。うん、出たら入ってください。うん。なるほど。うん、なるほど。お、胃が動く。すげえ、胃がブクブク動いている。うわぁ。今のところ痛かったですね。ちょっと痛かったですね。痛かったですね。うん、おお、いい感じ。うわー、すげえ。水もよくないですよ。いいですか？うん、やっぱり胃の高さにありますね。うん、強めに押すんですね。そんな強くないんですよ、これ。そうなんですね。うん、呼び起こしてますか？いや、呼び起こしてる感じ。すげえ痛い。そうですね。結構張り付いちゃってる感じ、動きが。張り付いて。筋
やめてください、なんかすごいそういうちょっとバイオレンスなことはやめてくださいいや癒しなんで間違えた、あすごい、そうか、うん、こうそういう抵抗が多分ないです、こうやったらコロリンってするだけっていうか、ね、柔らかく沈むんで、ね、うん、そんな凝ってるから反発してるっていうね、そういうことです、そういうことです、だから強く感じるんですね、そういうことです、そういうことです、はい、その頭痛に弱く、頭痛が痛いって感じ頭痛が痛いですか、頭痛が痛いって感じ頭にくるんですか、はいはいはい、頭にくると怒ってるってことじゃないですか、はい、響きが頭にくるってことですよね、うん、はい、あすごい、そこそれすげえ、くーすげえ、まさかまさかのまさかのやばいですね、それ、うん、それはやばい、それはやばいよ、いってそれ痛いですねそれそれそれです、はい、まあそれ、うん、ダメ、それやん、いやダメですか、やん、大丈夫ですか、いや、まあ、やっぱりちょっと肩がすごく凝ってますよね、そうなんだ、痛い、うん、普段頭痛ないですか、あどうですかね、うん、昔みたい、昔すごかったさ、10代20代の時、ほう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 、常に頭痛してるみたいな、だけど出産したら、はいはいはい、全然痛くなくなった、たまにほら、あの低血糖じゃないや、はい、なんて言います、低血圧ですか、低血圧、はい、違うな、違う、気圧の変化ではいはいはい、はい、ちょっと頭痛を感じることありますけど、はいはいはい、あじゃあちょっと今日とか低気圧だ、うんうん、はいはいはい、なるほど、いて、ああすげえ、あちょっはい、人もじゃない、すげえ痛い、うん、いってそこいって、うふふ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 ふ、すげえ痛い、あうわ痛い痛い、強いですかね、聖子さんがですか、はい、すごい強い人だと思います、違う違う、すごく強さを感じます、なんですか、母性というか、なんていうか強さですよ、偉大っていう感じが、強さ強さを感じますよ、いやー痛い、よくそう言えますね、すごいですね、面白いな、痛い、痛くて何にも考えない、考えてますよめっちゃ痛い、ウィットが痛い、ウィットって何、痛い、ウィットってユーモアみたいな、痛い、あ濡れてるってことかと思った、いや痛い、それウィットですね、痛い、うわあ、それですね、そのあこれですよね、これがこう、こう来てこっちに、あ、はいはいはい、だから頭が、なるほど、はい、響くと思うんですけど、はいはい、ちょっと待って、はい、一回ちょっと強いですか、はい、大丈夫ですか、ちょっと揺らします、じゃあ、はい、よし、よし、よし、ああ、ああ、
詰まってきたんだ。ああ、それですね。うん、それですね。うん、いって。森って言った。うん、わあ、すっげえ。カナの関節がね、なんか滑らかじゃないですね。今ね、手首も。そうね。やっぱ多分こう普段から力んでるんですよね。力んでる。うん、あ、力が入ってる。そうね。そういうことですね。だから多分こうさっきこう息止めちゃったとか言いましたけど。うん、日常でも多分息止めてるってことか。そう、息止めたり。すごいですね、アスリートあると思います。そうなんだ。はい、いやー、すごいわ。ちょっと感触変わってきましたよね。入りが良くなって。痛くはないけど痛い。はい、痛いですよね。痛いです。痛い。はい、痛さの種類がまたちょっと変わってきましたよね。はい、かなりこう柔らかくなってきましたよね。うん、でもこんなにゴリゴリやられるじゃないですか。はいはいはい、あの揉み返しこないのがすごいですよね。うん、なんかやら、はい、という揉み返しこないようなやり方なんですか。そうですね。だいたいこんなに痛くされたら、はいはい、だいたい揉み返しじくんじゃないですか。はいはいはい、こんなゴリゴリやられたら、はいはいはい、全然来ないですもんね。はい、お、なるほど。でも実際の力は私そんな強くないんですよね。まず一つは、はい、そうなの、はい、信じられないかもしれないですけど、うん、そんなあの力技でグイグイやってるわけではないので。そうなんだ。はい、結構ほんとコリにピンポイントで当たってるとすごい、ほんとほとんど体重かけてなくても痛いですよ。うんうんうん、してるようで、うん、皮膚は引っ張ってないというか、うん、あの中を、そうですね、はい、そうです、そうです、うんうんうん、変な無理なことをやって痛がらせてるわけではないというかね。うん、今これで多分右と左の状態が変わってきたと思うんですけど。そうしてないと口の中乾くんですよ。そうですね。うん、だからやっぱり寝るってこと？寝るのもまあそうなんですけど、うん、まあ、ちゃんと肩の力を抜いてお休みになるように、そうですね、うん、しないといけなくて。うわぁ、そこが痛いて。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。See you!